番組源氏物語関間源氏。前回のあらすじ、あの末津の花の姫君が古風で頑固で一途を貫き通した末に幸せをつかむお話でした。隙間源氏第16回関谷の巻。よくあることとは思うけど、あのうつせみの夫は院が亡くなった翌年、常陸の国、今の茨城県あたりに赴任することになりました。うつせみは源氏の君が須磨で謹慎生活を送っているという話も噂で聞いていましたが、文をことづける手段もなく、常陸からはあまりに遠いこともあって全く文を出すこともなく年月が過ぎていきました。源氏の君が許されて都に戻ってきた翌年、うつせみの夫も任期が終わり、みんなで都に戻ることになりました。うつせみ一行が大阪の席に入るちょうどその日、源氏の君は石山寺にお参りするという話を聞きます。ここで少し位置関係を見ておきますね。今茨城から都に向かううつせみ一行と、都から石山寺に向かう源氏の君一行はそれぞれ琵琶湖の南側にいます。左が都になります。うつせみ一行は大阪の席に向かって、源氏の君一行は石山寺に向かっています。ちょうど大阪の席あたりで源氏の君一行に行き当たってしまったうつせみ一行は、みんな車から降りて木陰にかしこまって道を譲ったのでした。牛車が10台ばかり、その車から覗いている着物の色合いなどが美しく、みんなすっかり見とれてしまいます。関所の建物からさっと出てきた旅姿の者たちの色とりどりの着物も風情があります。源氏の君は牛車のすだれを下ろしたまま、今日のこの大阪の席までのお出迎えにはもちろん深い意味があるのだろうね、という和歌をうつせみに届けさせます。うつせみの一行と偶然出会ってしみじみと思い出すことは多かったようですが、この歌は挨拶代わりです。うつせみも昔のことを思い出して胸がいっぱいになるのでした。それがきっかけで源氏の君は都に戻ってきたうつせみに時々文を送ることがありましたが、そうこうするうちにうつせみの夫が病気がちになり、息子たちに実の母親ではないが、私が死んでもこの人にしっかり仕えておくれと言い残して亡くなってしまいます。その後しばらくは息子たちも父上の遺言なのでとうつせみに気を使ってくれていましたが、それは上辺だけのことだったので、やっぱり辛いことが多かったのでした。息子の一人など何でも私に頼ってくださいねなどと下心丸出しで言ってくるので、うつせみは親に早く先立たれ、年の離れた夫と暮らし、今度は義理の息子に言い寄られるなんてと出家してしまうのでした。言い寄った義理の息子はまだこの先長い人生をどうやって過ごしていくのだろうと言っていて、つまらないおせっかいだと人は噂しているようです。次回隙間源氏第17回は絵合わせの巻。宮中挙げての大イベントを源氏の君が企画します。雅な大バトル、お楽しみに。